続いては夏の高校野球、今日も放送エリア5つの国あるチームを紹介します。はい、ということで J コムチャンネルでは来月7月10日から江戸川区球場で行われる全試合を生中継、そして夜9時からは東西東京大会の結果をダイジェストで放送します。